視聴者さん、こんにちは。ずんだもんなのだ。ご機嫌いかがですか？東北キリタンです。どうもどうも、東北ずんこです。今日はこのホラーゲームやるべ。ザワンフーノーズなのだ。日本語にすると、知っている人という意味になるでしょうか。ずいぶんとレトロな雰囲気のパソコン画面ね。今回の注意事項なのだ。意味深なタイトルでストーリーが気になるのだ。それではゲームスタートです。タイトル文字が時々震えてるの。なんでかしらね。なんでだろうね。あれ、この点滅している稲妻マークは、どこかで電源を入れるってことかしら。右側の矢印は、どうやらマウスカーソルを移動させることで横を向けるみたいですね。カレンダーと、ちょっと離れた場所に窓、一番左に電源タップがある。電源オンなのだ。パソコンが起動しました。イルカのマークが可愛いですね。パスワードを入力するの？どっかにパスワード書いた紙とかあったりして。主人公のセキュリティ意識は高いようですね。そういうものはありません。パスワードを間違えたらヒントが出てきた。ヒントは主人公のお気に入りの休日だって。カレンダーを見ると10月31日に印が。主人公はハロウィンが好きなのかも。ということは1031を入力すればいいのか。無事にログインできましたよ。新しくメールが来たみたいね。誰からだろう。ブラッドリーという人からみたいですね。こいつを見てくれ。おいおい、ハロウィン映画が見られるこのクレイジーで素晴らしいウェブサイトを見つけたぞ。怖いもの、面白いもの、そしてまさに背筋が凍るようなものまで、ハロウィン映画のキラーコレクションが揃っているんだ。ぜひチェックしてみてくれ。フリックスプライムドットコム。それじゃあな、ブラッド。主人公の友達？ハロウィン映画が見られるホームページなのだ。いかにも怪しいですけど、確認してみましょうか。これはまた、とんでもなく原始的なウェブブラウザね。URL を直接タイプしないとダメなのだ。フリックスプライムドットコム。ネトフリとアマプラから名前を取ったのかしら。怪しいことこの上ないのだ。これで、よし。サーチボタンを押してと。これまたクラシックな雰囲気のサイトだな。4つ映画があるようですね。それじゃ、右下のミッドナイトマッドネスを見ましょう。再生ボタンを押すのだ。待ってください、何ですかこれ。最近あんまり見ない感じのブルースクリーンが。もしかしてあのサイト、ウイルスが仕込まれていたのだ。 PC の電源が落ちてしまいました。もう一回 PC をオンに。カレンダーと電源の位置変わってない。主人公はどうしてこんな暗いとこでパソコンしてるのだ。え、起動時のメッセージが変わってる。お前の後ろにいるって。このパソコン、ハッキングされてね。本当にパソコン起動してよかったんですか。ここのメッセージもわけわからないことに。どう考えても PC を落とした方がいいのに、PC を操作すること以外できないのだ。不穏なメールが来てます。確認してみましょうか。お前が何をしたかは知っている。だが私の言うことに従えばお前の秘密は守られる。ある政府のサイトにアクセスしてほしい。バッジ番号を教える。だがそれが誰のものかはそちら側で突き止めなければならない。セキュリティ部門に所属する人間のものだ。これって脅迫メール？写真は監視カメラの映像。主人公、何をやったんですか？犯罪行為をしたのかしら。そのことを理由に、政府のサイトにアクセスして何かやばいことをやらされそうになってる。ログインしたら、極秘ファイルをダウンロードする必要がある。そのファイルを解読するためのツールはこちらから提供する。タスクが完了したら、詳しい説明を続ける。私の指示に従う限り、世界はお前の行為を知らないままだ。賢明な選択を。知る者より。ログインするのはラボー共和国って国の政府のサイトっぽい。どう考えてもヤバいんじゃないですか。あの映画サイトを見たから主人公の PC がハックされてしまったのかしら。映画サイトを教えてくれたブラッドとこの脅迫メールの差出人がブルー。わからないことだらけですが、ラボ共和国の政府のサイトに行ってみます。逃げるという選択肢は主人公に与えられていないわ。ここがラボー共和国政府のサイトか。メールに書いてあったバッジ番号は顔写真のある4人のうち誰かのものでしょうね。結論から言うと、メールのバッジ番号は右から2番目のレナード・シンクレアのものね。政府の極秘ファイルって何なのだ。内容は気になりますが。それじゃ、レナード・シンクレアの名前とバッジ番号を入力しましょう。緊張してきたのだ。あ、極秘と書かれたフォルダーが。クリックしたらダウンロードできそう。とんでもないことをやらされてるのだ。トップシークレットファイルをダウンロード中です。ファイル名が直球すぎるんだけど。この音は？ファイルをダウンロードしたからアラートが鳴ったわけじゃなく、外のサイレンの音ですかね。ちょっとドキドキしちゃった。マイコンピューターにダウンロード完了したのだ。それと、よくやったって件名のメールも来たのだ。ファイルを保護できるとは思っていなかったな。でも、まだこれで終わりじゃない。
そのファイルに隠された秘密を解くキーをお前に与える。このメッセージには入手した機密情報にアクセスするための解読ツールが添付されている。オペレーションセレスティアルキャプティブという名前のファイルを探すことに全力を注いでくれ。アクセスコードを取得し、ガーディアンネットのソフトウェアに入力することで政府の監視カメラネットワークにアクセスできるようになる。いや、勘弁してほしいのですが。主人公、自分の過去の悪事はバレないかもだけど、この件で逮捕されそう。オペレーションセレスティアルキャプティブって何？オペレーションってことは何かしらの作戦なんですよね、多分。セレスティアルは天の、いや空の、といった意味があるわ。キャプティブは捕虜とかの意味がある単語だよね。つまり空の何かしらを捕まえる作戦。 UFO とか。逆に UFO に捕まってる人を救出する作戦とか。マイコンピューターの中を覗いてみます。解読ツールがないからダウンロードした機密ファイルにはアクセスできないわね。主人公のプライベートフォルダの中身は猫の画像だね。猫ちゃん可愛い。ここでエンディングでいいのでは。本当にね。仕方ないからメールの続きを読みましょう。ネットワークに入ったらカメラ5のドアのロックを解除してくれ。やりとりはそこで終わりだ。私の期待を裏切らないように幸運を祈る。知る者より。監視カメラのあるドアのロックを解除ってどう考えてもヤバくね。どういうことなの？解読ツールをダウンロードしています。やるしかないみたいね。嫌だけど主人公が何やらされてるのかは気になる。ダウンロードが終わった。トップシークレットフォルダは開けそう。見てみるのだ。まだダメみたいですね。ダウンロードしたエグゼファイルを実行してみたら。この鍵アイコンのやつだね。ダブルクリックしてみます。あら、何かが始まるの？なんだろこれ。文字のタイミングを合わせるって書いてあるのだ。どうやら下から文字が流れてくるので、上の緑のバーに触れた瞬間に該当のアルファベットを入力すればいいようです。入力がうまくいくと下のゲージが少しずつ溜まっていくのね。ミスしても特にペナルティはないみたいなのだ。それじゃゲージが溜まるまで黙々と入力していきます。そろそろ終わりじゃないかしら。ハック完了って文章が出てきた。それでは早速トップシークレットフォルダを確認してみますか。テキストファイルとフォルダが2つ。まずはテキストファイルから見てみるのだ。目撃情報ってタイトルのテキストファイルです。目撃ケース番号7824。目撃者は夜空に明るい未確認物体を目撃したと報告した。その物体は基地の航空機の能力を無視し非直線的に動いているように見えた。複数の目撃者がこの説明を裏付けた。この事件では多数の写真とビデオ録画が撮影された。結論、最初の報告の時点ではこの出来事は未解明である。未確認物体の性質を特定するためさらなる調査が進行中である。もしかして本当に UFO 事件だったの？遭遇した時のアーカイブを見てみるのだ。この写真ってもしかしてエイリアンの地球に上陸してたのね。うわ、怖い顔してるのだ。本当ね。これは狼男っぽいシルエットしてますね。パソコンの前に誰か座ってる？ねえ、これって主人公じゃないわよね。監視カメラの映像っぽいですね。これが主人公だとしたら政府の人間に監視されてる？なんで？エイリアンの写真や動画を撮ったのは主人公だったとか。オペレーションセレスティアルキャプティブのフォルダも確認するわね。政府セキュリティシステムアクセスコード、アクセスコード165574。重要な指示。このアクセスコードにより政府ガーディアンネットにアクセスし、重要な場所からの監視映像にアクセスすることができます。許可されていない人物がこのコードにアクセスできないよう万全の注意を払ってください。どこの監視カメラの映像なんでしょう？キャプティブって言葉からすると目撃されたエイリアンを見つけてどこかに監禁しているのかも。アクセスコードを入力。怖くてどうしても横を確認してしまいます。マジで監視カメラの映像なのだ。牢屋の外の監視カメラの映像のようね。オフラインになってるカメラがありますけど、まずくないですか？中央のカメラの金庫みたいなでっかい扉が気になるな。あ、この円形の扉がメールで鍵を開けろって言われてたドアなんじゃない？ハックするってボタンがあったあたり、どうやらそうみたいですね。個室の中のカメラもあるけど、中に誰もいなくなかった？オフラインのカメラといい、中にいたエイリアンに逃げられてない。それでは仕方ないので、指示通りハックしてみますか。ボタンに書いてあったボルトってどういう意味？金庫室とか貴重品保管室って意味ね。もしかしたら押収した UFO とかがあの丸い扉の向こうにあるのかもですね。今は何をやってるのだ？四角、ノードを打っていけば OK よ。打つたびに下のゲージが溜まるわ。これもまた下のゲージがいっぱいになればハック完了のようです。簡単操作で助かるのだ。こんなのでハックができるなんて謎の技術力ね。
ブザーの音が聞こえますね。あ、扉が動き始めているのだ。こんなことをしたら絶対にただじゃ済まないわね。一体どうなってしまうのか。扉が開いているのだ。これは赤い目。窓の外に誰か。お礼言われたけど絶対やべえのだ。扉が開く音。ものすごく嫌な音がしたんですが。パソコンのディスプレイに違う。混沌とした世界、壊滅的な出来事が起こる。前例のない事態の展開により、全世界がエイリアンの翻弄にさらされる。アノマリーか、エイリアンの脅威か。これらのエイリアンの起源は依然として謎に包まれているが、報告によれば好奇心旺盛な人物が政府機密に不正アクセスし、知らず知らずのうちにエイリアンを解き放ったという最近の出来事との関連が示唆されている。君が誰であれ、本当にありがとう。これは世界が大災害に見舞われた上に主人公は死んだ。これは死にましたね。我エイリアン、地球と人類様の服を滅ぼすなんて許せません。予想外に大きな被害になっちゃったわ。もともとエイリアンはどうして地球に来てたんだろうな。目撃した人が写真や動画を撮ったりしてたあたり、来たばかりの時は攻撃的ではなかった。閉じ込められた報復に主人公を殺害し、地球も滅ぼしたってこと。そのあたりは情報が足りないからよくわからんで。主人公が目をつけられた理由は何でしょう。そもそも主人公は何か悪いことをして脅しをかけられたと思うんだけど、本当に何をやったのかしら。政府の機密情報フォルダに主人公の部屋の監視映像があったのかな。エイリアンたちの画像と同じフォルダに入ってたのが気になりますね。いろいろと気になることはありつつも、オールドタイプのパソコンを操作して調べ物をしながらストーリーを追うのは楽しかったわ。だね。パソコンの前からほとんど動けなかったのに周囲の物音に怖くなったり、演出が好きなのだ。我々の世界に恐ろしいエイリアンが攻め込んでこないことを祈るばかりです。それじゃ、前回の動画の広告とギフトのお礼をしていくわよ。いつも応援ありがとうございますなのだ。前回のシャイニングストリート21は人間に憑依するタイプの怪異に人々が翻弄されまくる楽しいホラーでした。あの作者さんのゲーム、演出がかっこよくて大好きなのよね。 EGM のチョイスもかっこいいのだ。コメントやいいね、高評価、フォローやチャンネル登録も本当にありがとうございます。編集の励みになっています。ありがとうね。それじゃ、今回の実況はこんなところかな。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。チャンネル登録、高評価、よろしくなのだ。